根尺百鬼周囲より、隠れ里。右下に見えるネズミと小判は、ネズミ浄土に見られる、地下にいるネズミが服をもたらす話と通じている。その左には、吉見暮れ里ののれんが見える。葛飾北斎、北斎漫画より、家久連理隠れ里とは、日本の民は、伝説に見られる一種の戦況で、山奥や洞窟を抜けた先などにあると考えられた。 隠れよなどの故障もある。漁師が深い山中に迷い込み、偶然たどり着いたとか、山中で、旗織や米をつく音が聞こえた、川上から橋や湾が流れ着いたなどという話が見られる。そこの住民は、争いとは無縁の平和な暮らしを営んでおり、堅弾な気候の土地柄であり、外部からの訪問者は、親切な艦隊を受けて心地よい日々を過ごすが、もう一度、訪ねようと思っても、 二度と尋ねることはできないとされる。こういった伝承の背景には、平家の落ちうが隠れ住んだとされる集落の存在が挙げられ、実際に平家国、平家の隠れ里と伝えられる集落が存在している。また、仏教の浄土思想と来以前の素朴な山岳信仰、理想郷の還元が影響していると推測できる。隠れ里は奥深い山中や塚穴の中、 また川の遥か上流や淵の底にあると想像されている別天地である。温泉百姓村とも言われるが、隠れ里は何の憂いもなく平和な世界であり、しかも人間の世界とは違う時の流れがある。普通の人はそこに行けないが、善良なものにはその世界を垣いまめる機会が与えられることがある。いずれにせよ庶民の求める理想郷への思いが込められていると、 日本民族学会会員、有馬英子は述べている。隠れ里を訪ねた者の話には、贅沢なもてなしを受けたとか、高価な土産をもらったとかいうものがある。隠れ里はおおむね経済的に豊かであることが多い。また、隠れ里に滞在している間、外界ではそれ以上の年月が経っていたという話もあり、時間の立ち方が違っていることもある。これらの逸話は、 隠れ里の異境性をよく表しており、浦島太郎、ネズミ浄土といった説話との共通点も見られる。古代における、常よの国の観念が典型的なもので、ここでは常人がおよそ預かり知れぬ時間が流れているという。常よの国が海の彼方という不可能性を帯びたところにあるのに、対して、隠れ里は地下の国や深山遊国といった一応到達可能な。 点に置いていることが異なっていると言える。各地の隠れ里伝承を比較研究した民族学者の柳田国男は、概して西日本の隠れ里は無限的で東北地方に行くに従って具体性を帯びていくという指摘をしている。竹内敏美などによると、隠れ里は常世からの観念を引き継いではいるものの、神話的枠組みを失い知足安分の域に、 止まってしまった近世の庶民的発想の結果ではないかとする。発見されたと言われる隠れ里が K マールの里として知られ、東東海の犬川上流にあった。京方年間の洪水の際、前腕などが増水した川上から流れてきたため、ようやく知られるようになったという。忍者者や妖怪者などでは、秘密を抱えた部族の集落。 現代社会に一般には存在しないとされる者たちが隠れ住む場所、時代の推移と共に姿を消す者たちが落ち延びる場所などとして頻繁に使われる。ありがとうございます。